これは下克だ。お前さすが有名なだけはあるな。だが忘れるんじゃないぞ、俺には人質がいる。少しでも動いてみろ、こいつの命の保証はないぞ。信じないのな、なに！何が起きたんだ、いつの間に移動した。主も終末版の忍術の凄さを知っているのだろう。すり替えることなんて朝飯前だ。はあ、簡単すぎて眠くなってきたぞ。このチビめ、俺様を舐めやがってぶっ殺してやる。そこまでだ。彼が報告にあった誘拐の容疑者だな。そうだ、人質はもう救い出せたから早くとっ捕まえてくれ。くそお父さん、お父さんが必ず来てくれるって信じてた。よしよし、もう泣く必要はないぞ、お父さんがいるからな。もう大丈夫。さあ、助けてくれたこの二人にお礼を言って。お兄ちゃんとお姉ちゃん、どうもありがとう。お姉ちゃんどういたしまして。優れた判断力と抜きんでた武力、大したものだ。左右、君もだ。忍術の修行をおろそかにしているのかと思いきや、昔よりも格段に強くなったな。先に子供を連れて帰るよ。この子のお母さんが俺よりも心配してるもんでね。みんなご苦労だった。改めて礼を言わせてくれ。気をつけて帰れよ。お兄ちゃんとお姉ちゃん、バイバイ。少し待ってくれるか。気になることがあるのだ。このカイラギたち、初めてこういうことをしたとは思えない。もし何か手がかりを見つけて調査できれば、大物が釣れるかも。最初は興味なかったし、誘拐の件もなんだか面倒くさかった。でも、泣いてる子供や悪い大人を見て思ったのだ。このまま放っておくわけにはいかないと。その瞬間、すべてが自分のことのようになった気がする。それに最後、あの子は節たちにお礼を言って、節のことをお姉ちゃんと呼んでくれた。そう呼ばれることは滅多にないんだぞ。いや、いつも今のように元気なわけではない。今回は特別だ。もう二度とないかもしれない。この仕事が終わったら、誰にも見つからないような場所に行って、ぐっすり寝る。ぐっすりと、ぐっすりと、言ってるうちに眠くなってきた。いや、戻ってからにする。今寝てしまったら、何かを忘れてしまうかもしれないから、節を心配するな。心配するな。